やあみんなぬるなるだよみんなは漫画が好きかい ルルナルは漫画が大好きなのさ。いろんなジャンルが好きだけど、その中の一つに、ホラー漫画ってあるよね。ルルナルが好きなホラー漫画。まあ、あいろんなものがあるんだけど、中に、後ろの百太郎というのがあるんだ。それに出てくるワンちゃん、ゼロというワンちゃんがいるんだけど、とっても生意気で、ムカついて可愛いんだ。ね。そんなホラー漫画、後ろの百太郎を読んで、あることを真似でしまった子。その子が一体どうなるのかを、今日は読んでみたよ。 さあみんな、聞いてくれよな。ちなみに、マタロウが来るも面白いよね。妖精のいたずら。もう時効だと思うので、小学校4年生の2学期、誰が持ってきたのか、クラスで、後ろの百太郎という心霊コミックが回し読みされ、ちょっとしたブームになったことがありました。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、 その作中に、妖精の存在を実証する方法が出てくるエピソードがあります。具体的には、自社などの成長な場所に生えている大木の根元に砂山を作って、その頂上を平らにして鏡を置き、さらにその上に薄く砂をかぶせて置きます。そして砂山の斜面に上がり階段を作って一晩置くと、 翌日には階段と鏡に被せた砂の上に小さな足跡がついているというものです。劇中でこれを行った主人公はいたずらな妖精に異世界、妖精界に引きずり込まれてしまいます。10月の終わり頃だったと思うのですがクラスでも一義を争うやんちゃ坊主だった T 君が果敢にも これを試してみたと言い出しました。t 君曰く試した場所は彼の家の庭の一番大きな木の下ということで、友人たちは口々に、それじゃあダメなんじゃないかと言ったんですけど、とにもかくにも結果を見るため放課後6、六七人くらい連れ立って彼の家に行くことになりました。私を含め何人かは、 学校に来る前に自分で足跡をつけてきていて、皆を脅かそうとしているんだろうと思ってました。T 君の家に着くと、早速その庭の木の下に確認に行ったんですけど、その T 君が最も驚いたことに、足跡どころか砂山自体がありませんでした。予想外の展開に皆少なからず興奮し、 これは、妖精が消してしまったんだろうか、などと話し合っていたとき、T 君のお母さんが現れ、砂山は岩掃除で片付けられてしまったことが判明。また、砂山に埋める鏡をお母さんのコンパクトを壊して調達していたらしく、T 君はお母さんに怒られ、私たちは逃げるように T 君の家を後にしました。 翌日、翌々日と T 君は学校を休みました。そして次の日、先生から T 君が死んだと聞かされたんです。子供でしたから詳しい話は聞かされませんでしたが、少し遠く、隣の学区に大きなイチョウの木がある神社がありまして、T 君はその木の太い枝の上で死んでいたそうです。 漏れ聞こえてきた話をまとめると、コンパクトの剣で怒られた日の晩、その鏡を持って家を抜け出したようで、講義の意味で隠れていたのか、登ったはいいが降りることができなくなったのか、とにかくパジャマ姿という薄着だったために、夜の気温低下によって衰弱してしまったということらしかったです。大人には言いませんでしたが、 言っても、取り合ってはもらえなかったでしょう。私たちの間では、T 君は今度こそ、本格的に儀式を行って、妖精のいたずらで死んだんだ、そう囁かれていました。なぜなら、その神社、私たちの普段の行動範囲の外になって、家出をしたからといって、そこに行く理由がありませんし、行ったとしても、その一応の木は、幹が太くて枝も高く、 はしごでもなければ、子供ではとても登ることができないからです。すでにことの真相を知るよしもありませんが、今となってはとにかく、t 君のお母さんが気の毒だったなってそう思うばかりです。皆さんも不要意に、儀式とか、うろうぼの知識では絶対行わないようにしてくださいね。ほとんどのものは、 実現することはできないでしょうけど、中には稀に本当に実現できるものがあるかもしれない。私はそう思っているからです。